はい、こんにちは。純米酒専門屋新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はですね、赤とんぼをご紹介したいと思います。千金さんからのご紹介になるんですけども、皆さん一度はラベルを見たことがあるんではないかと思います。栃木県千金の赤とんぼですね。はい、こちらのラベルになっております。もうこれだけでしかね、表現されておりませんけども、十分伝わるんではないかと思います。他にも今後ね、新種の時期なんかになってくると雪だるまとかね、そんなねラベルも特徴的なんですけども、千金さんの秋のお酒ということで赤とんぼがね登場です。千金さんといえばですとですね、比較的こう爽やかなこう酸を感じるようなお酒なんですけども、半年、ね、夏場を寝かせたお酒ということで、どんな味わいになっているのかということをねちょっと確認していただきたいと思います。こちらは山田錦を使った、他にもね亀のそしてお町ですね、それぞれのお酒をブレンドしたお酒ですね。で、アルコールは14度ということで14度の原酒で作られております。でもこうやってねラベル見るだけでもね非常にこう楽しいお酒ですね。千金さんのお酒というのはではねいただきたいと思います。香りがですね非常に落ち着いてますね。普段の千金さんですともうちょっとねこう爽やかな香りがあるんですけども、非常に落ち着いた香りだと思います。普通に嗅いだだけではねほぼ何も感じられないというとねあれなんですけど、穏やかですね。はい、いただきます。結構ですね酸ありますね。もう少しこうまろやかになっているのかなと思いきやですね、結構酸味が感じられます。じゅわっとこう広がるようなね酸ですね。千金らしさがしっかりこうありつつもですね、やや落ち着いた印象、でも後からこうねじゅわっとこう酸が感じられるということでですね、千金らしさも十二分にね、残した、赤とんぼだと言えると思います。なんかこう香りもですねちょっと常温に戻ってくると少し立ち始めましたね。これはですね、和食というよりはどちらかというとやはり洋食系にね向いたお酒なのかなと。白ワインのようなね、そういったこう酸が感じられるので、そういったこう白ワインと相性のいいね、ご飯、洋食ですね、イタリアンなんかねいいんじゃないかと思いますけども、オリーブオイルとね、レモンを絞ったサラダとか、そういったものにもね相性がいいかなと思いますので、ぜひお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで本日はですね一目でこう分かりますね、千金赤とんぼだなというふうにですね印象に残るラベルですので、プレゼントなんかしてもですね非常にこう喜ばれやすい、そんなねキャッチーなラベルにもなってますし、味わいもね、非常にこうモダンな味わいですので、プレゼントにももってこいかと思います。はい、というわけで本日はですね、千金の赤とんぼをご紹介をさせていただきました。では本日もご視聴ありがとうございました。